CF-100 カナック飛行中の CF-100。CF-100 カナックは、アブロカナダ社が製作したカナダ軍の全天候ジェット戦闘機。親愛の情を込めて、クランクとも呼ばれる。1950年に初飛行し、冷戦時代の防空に従事した。本機は、カナダで設計され、量産された唯一の戦闘機である。乗員は、 パイロットと航空士の2名が縦に並び、翼は直線翼、エンジンはターボジェット2機を胴体の左右に並べて翼の上に置き、肩発停止時の安定を確保していた。水平尾翼は垂直尾翼の中ほどに位置している。CF-100 は水平飛行では音速を超えられなかったが、1952年12月18日に、 アブロ社のチーフ開発テストパイロットであるヤーノシュ、ズラコース機が CF-100 マーク4の試作機によって3万フィートの高度からのダイブで音の壁を突破している。第二次世界大戦が終結して冷戦時代となるとカナダ北方の広大な空域はソ連の爆撃機の進行に対する前線となり、カナダは防空のために長距離をパトロールできる全天候溶撃機を必要とした。 それは、パイロットと航空士の複座で、強力な2機のエンジンと、機種には、最新式のレーダー及び火器管制装置を備え、全天候活躍に行動可能な戦闘機となる、はずであった。CF-100 は、それに加えて短い離陸滑走距離と高い、上昇率を持ち、溶撃機としての役割をよく満たしていた。カナダ空軍の全天候戦闘機に関する使用に対応するための、 XC-100 計画が1946年10月にアブロカナダ社で開始された。エドガー・アトキン主任設計技師のチームによる研究は、その後、デファビランド社にいたジョン・フロストとアブロ社のジム・チェンバリンに引き継がれた。CF-100 マーク1の試作機は全体を光沢のある黒で塗装され、胴体とエンジンの側面に白い水平の 稲妻模様が描かれた姿で工場から現れた。CF-100 試作機は、グロスター社のチーフパイロット、ビル・ウォータートーンの操縦によって1950年1月19日に、初飛行を行った。CF-100 は、新開発のオレンダエンジンを装備することになっていたが、試作には間に合わなかったため、マーク1は 2950kg の水力を持つ。 ロールスロイスエボン RA3 ターボジェットエンジン2機を装備していた。先行生産型であるマーク2の試作機10機はいずれもオレンダにエンジンを装備していた。そのうち1機は複装重装置を装備した練習機型でマーク 2T と称した。最初の量産型マーク3は APG-33 レーダーを装備して8門の 12.7mm 機銃を胴体化に パック式に装着した。エンジンはオレンダ8である。また副操縦装置フのマーク3 c t とマーク3 d t も作られ、訓練部隊に引き渡された。1950年9月にカナダ空軍は量産型マーク3を124機発注し、1953年から量産型の配備が始まった。しかし、マーク3の生産は70機で打ち切られ、 以後はロケット弾の武装を追加したマーク4に移行した。マーク4の試作機はマーク2の15機を改造したもので1952年10月11日に初飛行した。機種にはより大きな APG-40 レーダーが収められたために長く丸みを帯びたものとなり自動捜作、射撃能を行える火器完成装置が装備された。胴体下の武装パックは ブローニング M32.7mm 機関18丁のモノトマーク4ファーマイティマウス対空ロケット弾48発収容のモノトが選択でき、また両翼端にはマイティマウス角29発収容可能なポットが装着された。このポットは大型の燃料増装と交換することができた。オレンダ級エンジンを装備したタイプをマーク 4A といい。 エンジンをより強力なオレンダ11に変更したタイプをマーク4バイトと称する。マーク4の発注は510機に達した。CF-100 の最後のタイプは1955年から配備が始まった高高度型のマーク5であり、これは翼端を1.8メートル延長し、水平尾翼を大型化して航空性能を増したもので、武装も機銃を廃止してロケット弾のみとなった。 マーク5はマーク4の発注分を途中から引き継ぐ形で生産され、全部で332機が作られた。この他、アブロカナダ CF-105 アロー戦闘機の配備までのつなぎとして、スパロー2ーミサイルを装備し、アフターバーナー付けのオレンダ 11R エンジンを装備したマーク6も提案されたが実現しなかった。また、 主翼と水平尾翼に25度の後体角をつけた CF-103 が1951年にモックアップ作成まで進んだが生産は見送られた。CF-100 はアメリカとカナダの北アメリカ航空宇宙防衛司令部の下でアメリカ北方空域をソ連の核装備の爆撃機の侵入から守るために活動した。さらに北。 大西洋条約機構の一員として、1956年から1962年にかけて4つのカナック部隊がカナリアセーバー部隊と交代してヨーロッパに駐在した。彼らはしばしば他の部隊が行動できないような視界ゼロの悪天候の中で活動した。カナックは自国では無塗装であったが、海外勤務部隊では上面がダークシーグレート、緑、仮面が ライトシーグレーというイギリス式の迷彩塗装が施された。アブロシャのチーフ開発テストパイロットであるヤーノ種、ズラコースキは CF-100 によるアクロバット飛行を何度か試み、特に1955年のファーンボロ航空ショーにおいて見せた、このハオトシの技は圧倒的で多くの航空関係者、工業関係者からグレートズラと称賛された。彼らは 大きな全天候戦闘機が、核も迫力のある飛行を行うことが信じられなかった。後に、ベルギーが CF-100 の導入に踏み切ったのも、おそらく彼のパフォーマンスの成果である。CF-100 は各タイプ合わせて692機が製作され、そのうち53機がベルギー空軍に引き渡された。当初の設計では、対応時間はわずか2000時間とされていたが、 カナックの機体は、飛行時間が2万時間を超えても使用に耐えることが、確認された。そのため、CF-101 ブードと交代して、最前線から引退した後も、オンタリオ州のノースベイに駐在するカナダ軍第414、飛行中隊に1981年まで所属し、偵察、訓練、及び電子戦の任務についていた。今でも相当数の CF-100 が、 カナダ国内やその他の場所で展示されている。CF-100 の後継として計画された c f 1 0 5アローはカナダ製の洗練されたオレンダ色濃いエンジンを装備していたが、カナダ政府の納得感に乏しい決定によって1959年にキャンセルされた。地球 SOS 第37回、第38回に地球空軍ベルギー基地所属機として登場。 今後地方のぬやすさ草原に出現したバグアス星人の大円板型ロケットスーパーヘルメットワームの攻撃に赴むくが性能左右えに全滅する。ありがとうございます。